キャノンボールアダレーはフロリダ州短パ生まれのジャズアールとサックス奏者マイルス・デイビスのグループで活躍しソウルジャズファンキージャズの立役者の一人としても知られるリズム感とフィンガリングテクニックを駆使した奇抜なフレージングが持ち味であるあだ名のキャノンボールの由来はキャニバルに由来する言葉が寛用化してこのように変化したという弟に コルネット奏者のナット・アダレーがおり、共演もしている。1928年フロリダ州タンパに生まれる。1955年にニューヨークに移り住み、ジャズミュージシャンの間で、その実力が注目される存在となった。1957年にマイルス・デービス・セクステッドに参加。アダレーは、マイルスのアルバム、マイルストーンズと、カインド・オブ・ブルーに参加。 ソロ初期にマイルスの実質リーダー作として録音されたアルバムサムシンエルスはジャズの佳作である。収録曲ではシャンソンの曲カレハがヒットしジャズスタンダード化する。キャノンボールアダレー・クインテットはアダレーのアルトサックスに弟のナット・アダレーのコルネットがフィーチャーされている。最初のクインテットは売り上げを出せなかった。 しかしマイルスグループを離れた後、弟とグループを組み直し、成功を収めるようになった。クインテットや他のコンボにはピアニストに、ボビー・ティモンズや、ビクター・フェルドマン、ジョーザ・ビヌル、ベーシストに、サム・ジョーンズ、ドラマーに、ルイ・ヘイズ、サクソフォニストに、チャールズ・ロイドというセフ・ラティーフがいた。彼のグループは、1960年代後半にかけて、クロスオーバーな活躍をし、 成功を収めた。1962年にはセルジオ・メンデスと共演し、ボサノバを取り入れたアルバムキャノンボールズ・ボサノバがヒット。1963年7月には来日公演を行い、東京公演の模様はライブ版日本ソウルに収められた。1966年にはソウルジャズの名盤として名高いアルバム、 マーシーマーシーマーシーを発表。ジョーザ・ビヌル作曲のタイトル曲はシングルカットされ全米11位を記録。同曲はバッキンガムズ他多くのアーティストによりカバーされている。マイルスの実験作ビッチェズ・ブリューから派生したエレクトリック・ジャズ・アバンギャルド・ジャズの流行にならいアダレイもプレイするようになる。この頃のアダレイはソプラノ・サックスをダブリングさせた。 ザプライスユー・トゥ・ペイト・ビー・フリーのようなアルバムも発表しており、ジョン・コルト・レインやウェイン・ショーターの流行からも影響が見られる。退職癖に起因する糖尿病と変頭痛に若い頃から悩まされていたが、1975年に脳梗塞で亡くなる。フロリダ州テネシーにあるサウスサイド共同墓地に埋葬されている。彼のバンドのメンバーだったジョーザ・ウィヌルが結成した。 ウェザーリポートのアルバム、ブラックマーケットにアダレイに捧げた曲、カノンボールがある。デイビッド・サンボーン曰く、チャーリー・パーカーは別格としてキャノンボールがアルト奏者の最高峰であると語っている。ありがとうございます。